はい、というわけで皆さんどうも、亀田より部屋にお金をかけるタイプのオックスアウトでございます。今日はですね、僕今年の頭からこの部屋を、ずっとちょこちょことリニューアルをしてきたんですけれども、ようやく皆さんにね、紹介できるような形に仕上がったかなというふうに思ったので、今日はですね、主に僕のこのデスク周りをね、皆さんに紹介していきたいなというふうに思います。じゃあ早速ね、今日は紹介するものがいっぱいあるので、ちゃちゃっといきましょう。じゃあまずね、最初僕が今この座ってる椅子なんですけれども、僕はね、ハーマンミラーのアーロンチェアを使ってます。で、この椅子はすごくね、思い入れがある椅子で、僕がね、20歳過ぎぐらいに、クリエイティブ業界に就職した時に、まず一番最初に買わなきゃと思ったのがこのアーロンチェアだったんですよ。ほんと座り心地がちょうどいいんですよね。僕このテンション具合とかいろいろ含めて、なんとなくなんかやっぱデザイナーたるものハーマンミラーに座らなきゃっていうような、憧れとも言えるし、ミーハー心とも言えるしっていうのがあったんですよ。なのでね、当時この椅子僕の手取り1ヶ月分ぐらいのお金がしたと思うんですけど、奮発して買いましたね。いい仕事道具っていうのは基本的に一生ものだと思ってるので、実際にこれはもう10年以上使っていて、すごく気に入っている、僕の仕事道具の一つとなります。で、次に紹介したいのが、この部屋の真ん中にドンと鎮座しているこのデスクなんですけれども、このデスクがね、もう本当この部屋の心臓部と言っても過言ではないです。このデスクは、プレダクツっていうメーカーのメトロというデスクになってます。で、僕はこのプレダクツの、プロトタイプパートナーということでちょっと協力させてもらっていて、何をしてるかっていうと、まだストアに並んでないような、プロトタイプの製品を実際に使わせてもらって、で、何かね、もうちょっとここチューニングした方がいいんじゃないかみたいなアイディアがあれば、フィードバックさせてもらうといったようなことをやっています。で、実際にね、このデスクもまだストアには並んでいないものになっていて、で、何が違うかっていうと、まずね、この幅が違うんですよ。現在ストアに並んでいるものは横幅が140センチのものになっているんですけれども、このデスクはですね、なんと横幅が180センチあります。僕昔からデスクは180センチっていうこだわりがあったので、今回このサイズを特別に製作していただきました。普段はね、こっち側でパソコンの作業をしてるんですけれども、で、こっち側の空いてるスペースで YouTube の動画を撮ったりだとか、あとはね、商品の物撮りとか、そういったことをしてます。ただね、かっこいいだけじゃないんですよ。このプレダクツのデスクはめちゃくちゃ機能性が高くて、このね、デスクの下に4本のレールが走っていて、専用のね、いろんなパーツがあるんですけど、それらを使っていろんなものをこのデスクの下に、くっつけたり止めたり引っ掛けたりできるんですよ。どういうものを取り付けられるかはアイディア次第なんですけど、基本的にはこのベースプレートをレールに通して、で、そこに取り付けたいものをネジで止めていきます。電源ホルダーだったり、MacBook Pro がジャストフィットするトレイや、あとはね、最近だと Mac Studio 専用のマウントなんていうのも出てきました。で、それ以外にもカメラ のリグとかで使うような、こういったチーズプレートってあるじゃないですか。こういったものもネジで例えばこうデスクの裏に留めて、で、皆さんだったらね、結構カメラ関連の機材いろいろ持ってると思うんですけど、例えばこういうようなクランプとかこんな感じで取り付けて、で、デスクの後ろにこうやって留めて、例えば僕だったら、マイクをここにつけたりだとか、あとはモニターとかね、組み合わせ次第でいろんなものを取り付けられるっていう拡張性のあるデスクになってます。足とセットで購入することもできるんですけど、天板だけを購入して、フレクシースポット の昇降デスクの足と組み合わせて使うこともできます。僕はね、そのパターンで使っているので、このデスクちゃんと、こんな感じで昇降機能がついてます。立って作業するってことはほとんどないんですけれども、 YouTube でね、動画を撮るときなんか、ここにカメラを置いて高さを調整したりだとか、あとは俯瞰でね、上から物を撮るとき、それもね、カメラとの距離を調整したりだとか、撮影にすごく僕は役に立ってます。というわけで、デスクはそんな感じになってます。このね、デスク、180cm のタイプのものが、私も欲しいみたいなことがあれば、 Twitter とかでプレダクツっていうハッシュタグをつけて、 180cm 欲しいなみたいなことを、つぶやいたりすると、きっとね、中の人が拾って、そういった声が集まれば検討してくれるんじゃないかなっていう気がするので、ぜひ皆さんにね、声を上げていただければなと思います。次にね、僕のパソコン周りの制作環境も紹介していきたいんですけれども、まずここにあるのが、Apple の Pro Display XDR になります。このディスプレイはね、なかなか高価なディスプレイになってて、買うときにめちゃくちゃ悩んだんですけど、使ってみると、いやー、買ってよかったなと思ってます。32インチの 6K のモニターになっていて、まずとにかく作業環境が広く確保できるのと、あとはね、やっぱり色の正確性、
まあ、写真とか動画で僕カラーグレーディングには結構ちょっとこだわりを持ってやっているんですけれども、まあ、そういった色を調整する際にリファレンスモニターとして非常に正確な色を表示してくれるので、とにかくねそのカラーグレーディングといった作業がやりやすいです。専用のスタンドがあるんですけど、このねあのスタンドがねこれだけで10万円ぐらいっていうとんでもない価格がするので、僕は普通にねあのモニターアームを使って、マウントしてます。で僕このディスプレイだけじゃなくて、前はねずっと iMac とかも使ってたんですけど、その時からずっとねあのモニターアームにマウントして、あの高さをね調整できるようにしてます。やっぱりね下に何もないと非常にスッキリするのと、あとね、まあ、Apple の、 あの、まあ、iMac とかもそうなんですけど結構高いんですよね。僕なるべくこうちょっと低い、ところに持ってきて少し上から見下ろすような、環境で、作業したいので、まあ、そういった意味でもあの、ね、モニターアームがあると非常に僕にとっては作業しやすいかなっていう感じです。で今ねリモート会議とかすること多いじゃないですか。このねディスプレイね、あのウェブカメラがついてないんで、ウェブカメラは別に、ね、ロジクールなのかな、プロディスプレイ XDR 用に専用にカスタムされた、ものを使ってます。でこれで 4K のウェブカメラってね、まあ一応歌ってはいるんですけど、あのとにかくねコストパフォーマンス悪いです。このウェブカメラ3万ちょっとするっていうねバカ高いねウェブカメラのくせにね、あのねものすごく画質が悪いんですよ。正直おすすめはしないんですけど、マグネットでちゃんとここにねくっつくようになってるんですよ。この辺が多分ねプロディスプレイ XDR 用にね、あの専用にカスタマイズされてるところなのかなっていう気がします。このディスプレイの先にある、まあ、僕のメインマシンなんですけど、 Mac Studio のM1 ウルトラになります。コアもアップグレードしていて64コアのものを使ってます。ストレージは 2TB にしていて、メモリーはですね 64GB にとどめちゃったんですけど、ここはねちょっとね後悔しているところですね。っていうのもまあ皆さんご存知の通り、最近の Apple 製品って後からメモリーアップグレードできないじゃないですか。当初はね 64GB あれば、まあ、十分足りるかなと思ったんですけど、いや最近ねなんか128でもねちょっと良かったかななんていう風に、ちょっと思ってます。僕が動画編集してる、まあ、ダヴィンチリゾルブとかではフュージョンとか使ってくるとね、これがねかなりメモリー食うんですよ。なのでもう本当にそのフュージョンとか、まあ、そういった、ね、ものを使い始めたりすると、いやーもう一個上にケチらずにいっておけばよかったかなっていう風にちょっと後悔してます。ただしね64コアの GPU が乗ってるのはね、本当にねあのそのパフォーマンスっていう意味ではものすごくストレスなくね作業ができるので、これはね本当に買ってよかったかなと思ってます。その分お値段も、ここに書いてある通り僕のカスタマイズした構成では、65万3800円となっているので、まあ、ディスプレイと合わせるとでこれだけでもう100万オーバーっていうね、なかなか、投資してるなという感じにはなってます。でその他、まあ、キーボードは僕ここにも、あるキークロンの K7 っていう、メカニカルキーボードを使ってます。でこのキーボードはね非常にスリムなタイプのものになっていて、あのねこうキーを押した時のカチカチカチっていうフィーリングもね、あのまあキータッチもすごく気に入ってます。このデスク周りのものは、まあ、見ての通り結構黒いもので揃えているので、このグレーとブラック差し色でこのオレンジ、これがねすごく気に入ってますね。で、ポインターデバイスはですねマウス派じゃなくてずっとトラックパッド派なんですよ。これもねちょっと前に出た、Apple のマジックトラックパッドの、黒いモデルのものを、使ってます。たまにねトラックパッドを使ってるんですかって驚かれるんですけど、なんだろう、昔ねずっと、まあ、あのノートパソコンを使ってたせいでトラックパッドに慣れちゃったんですね。でここに2発あるモニタースピーカーなんですけど、これはですね僕は今ジェネレックの G2 というものを使ってます。このジェネレックっていうスピーカーはあのレコーディングスタジオとかで、まあ、使われているようないわゆるモニタースピーカーって呼ばれるやつで、すごくねフラットな音を出すんですよ。耳障りのいい音を、まあ、追求するって言ったような感じじゃなくて、とにかくね癖がないっていうモニターになってます。まあ、その中でもねジェネレックは多少癖がある方かなっていう気はするんですけど、まあ、それでもあのボールとかに比べるとあのものすごくこう低音でドッカンドッカン出してくるようなやつ、パワフルな感じで聞いてて気持ちいいんですけど、でも動画とかを編集するときに、まあ、多少なりともあのその音をいじるっていう作業はするじゃないですか。でその時にあまりそういった最初から低音が強いものを、選んでしまうとあの低音を下げ気味になっちゃって、でそれでテレビとかでねあの聞いてる人、まあ、そもそも全
全然低音が出ないような、環境、まあ、スマートフォンもそうですよね、そういった環境で聞いてる人とかにはさらに低音がなくなっちゃうっていう感じになってしまうので、僕はですねこういったモニタースピーカーを、まあ、好んで使ってます。まあ、そもそもね僕昔レコーディングエンジニアをやっていたので、まあ、モニタースピーカーは全然聞き慣れてるというか、まあ、好きなんですよね単純に。で一応、まあ、そういった音楽を聴くっていう環境では、まあ、別にねここに、Apple の何でしたっけこれ名前ど忘れしちゃった、Apple のこれなんだっけ名前 AirPod Max を使ってます。まあ、これはどっちかっていうとね外に持っていく時だったりだとか、まあ、あとは家で音楽をね、まあ、ヘッドホンで聞きたい時になんか使っているようなものになります。あんまりねこれで動画編集とかの作業で使うことはないですね。最近のねこういったヘッドホンとかって Bluetooth 通信のものが多いと思うんですけど、Bluetooth だとやっぱりレイテンシーがどうしても出てきちゃうので細かいね微調整がしにくいっていうのと、一応ね有線のケーブルもまあ買って使ってみたりはしたんですけど、まあ、わざわざ有線のケーブルでやるぐらいだったら、まあ、ここだったらこのモニタースピーカーを使えばいいかなっていうことで、あんまりね、まあ、ちょっと出番はないですね正直この AirPods は。でそれ以外だと、まあ、ここにマグセーフの、充電器があります。卓上のこういったスマートフォン の充電器ってこうやって立てるものも結構あったりするんですけど、まあ、こうするとね僕スピーカーをブロックしちゃったりだとかこのディスプレイの前に来ちゃうのが嫌なんで、まあ、テーブルの上にフラットに置けるようなものを使ってます。でマグセーフって白いものしかないんですけど、僕この、まあ、デスクの天板とかも含めて全部黒いので、ちょっと目立つのが嫌だったので自分で黒く塗りました。このデスクライトになるんですけど、これはねアプロスのバースっていうシリーズの、まあ、クランプ式の、デスクライトになってます。まあ、なんでこれにしたかっていうと、まあ、単純に見た目が好みだったのと、あとデスクに置くタイプのものってスペース食っちゃったりするんで、まあ、それが嫌でねクランプ式のものにしました。この LED バルブは、アパチャーのものを使っていて、まあ、ここにある、僕のメインライトと一緒ですね、同じメーカーのものを使ってます。やっぱりちゃんとしたね映像用の、まあ、照明を作ってる会社のものだけあってフリッカーが起こりづらいんですよね。あとはねスマートフォンからねまあ、結構色とかいじれたりだとか、まあ、その明るさ変えられたりだとか、まあ、アパチャーの製品は今全部スマートフォンにつながっていて、まあ、ここから一括でいろいろと操作をすることができるので、まあ、そういったの機能もね、気に入って使ってます。最後ね僕が動画を撮影するときに使っている機材をちょっと紹介して終わりたいなと思うんですけど、まずねこのプレダクツデスクの、下にねマウントされているこのラックにあるのが、DBX の、286S っていうマイクプリアンプになってます。このマイクプリアンプは、まあ、僕のいつもねだいたいこの辺にぶら下がってる、ロードの NGT5 っていう、ショットガンマイクから、ここに、音が入ってきてます。でなんでこのマイクプリアンプを使ってるかっていうと、まあ、マイクプリアンプ以外にも、まあ、コンプレッサーとかディエッサーとかエンハンサーとかエクスパンダーゲートがついているので、特にねこのゲートがすごく重宝していて無音の時に音をね全部カットしてるんですよ。これ今赤いですよね。僕が喋ってる時だけこれグリーンになってるじゃないですか。まあ、この時だけまあシグナルが通ってるみたいな感じで家で撮影してたりするとシーンとした時に結構ノイズエアコンの音とか、まあ、そういうのがね目立っちゃったりするんですけど、そういうのをねカットしてくれるので非常に重宝して使ってます。でこのマイクプリアンプから音はね一回カメラの方に戻してるんですね。っていうのも HDMI で一緒に取り込みたいので、なので、こんな感じで、これ名前なんだっけな、ソニーの、カメラの上につけられる、まあ、マイクプリアンプですね。 HDMI から映像と音を両方出力して、ここにあるですねブラックマジックの 4K ウルトラスタジオミニっていうものに入ってきます。でこれは、いわゆるキャプチャーカードってやつですね。これもね確かね結構ね10万円ぐらいするいいキャプチャーカードになるんですけど、 4K でねキャプチャーできるものって結構世の中安いものもあったりするんですけど、なんでこれを使ってるかっていうとちゃんとね10ビットでキャプチャーできるんですよ。せっかくね僕 α7-4 とか α7-S3 を使って、まあ、10ビットのカメラを使っているのにキャプチャーデバイスが対応してないと、まあ、セクナのなんか宝の持ち腐れ感があるので、ここにその HDMI から、出てきた、映像っていうのは入って、でこれが、Mac にサンダーボルトでつながってます。なので僕ね YouTube を家で撮ってる時ってカメラに直接記録してないんですよ。パソコンはですねさらにね隣の部屋に NAS があるんですけど、その NAS に、直接記録してます。
そうすることによって、まあ、この今でもねちょっとで見えるかな、あそこのディスプレイにね映ってるんですよね。僕がこんな感じで見えます。今ねこう記録してるデータがここに一覧にあって、でこれ今レコーディング中なんですよ。まあ、こんな感じで、まあ、録画したものを直接パソコンに取り込んでるんで、そのままね動画編集ソフトに並べて編集してるっていう感じで作業してます。いちいちSD カードをこうカメラから抜いて、まあ、パソコンに挿してみたいなことをこう繰り返してね、まあ、録画しなくていいので、まあ、そういう意味ではすごいね効率がいいやり方かなと個人的には思ってます。じゃあデスク周りは一旦そんな感じですかね。本当このデスク周りだけでも結構ねいろいろこだわりが詰まってるんですけど、まあ、他にもねこの辺にまあ物はあったりだとか、まあ、あっちにも、クローゼット2個分のね機材がいろいろと詰まってたりとか、でさらにねこの家自体もまたこの家具だったりだとかキッチン周りとかもね全部僕が揃えてるんですよ。その辺もねまたタイミングがあればなんか紹介できればなというふうには思っているので、一旦今日は、こんな感じになります。はい、というわけで、また次の動画でお会いしましょう。ピース。